シカゴ L シカゴ側を渡るグリーンラインの車両、シーティバスこの項目では、シカゴの公共交通機関について概説する。詳細は、シカゴ交通局を参照シカゴ交通局は、主にシカゴダウンタウン地域において、全米第2位の規模の公共交通システムを運営している。24時間運行であり、平日の平均利用人数は約160万人に上る。バス事業と、 鉄道事業の概要は以下の通り。シカゴの2つの主要国際空港にはシカゴ L が乗り入れており、ダウンタウンと直結している。ダウンタウンからシカゴオヘア国際空港へはブルーラインで約1時間、シカゴミッドウェイ国際空港へはオレンジラインで約40分。メトラオギルビー駅に停車するメトラ車両メトライリノイ州内の鉄道路線。 11路線と200以上の駅を要し、シカゴダウンタウンの4つのターミナル駅と、周郊外とを結ぶ、サウスショアー線シカゴダウンタウンとリー州のインディアナ州、サウスベンドとを結ぶインターアーバン、イリノイ州の一部でメトラの ME 線の軌道を利用している。このほか過去には、ノースショアー線やオーロラエルジン線といった複数の、 インターアーバン路線が高架電車の環状線区間まで乗り入れていた。ペースバスペース車がイリノイ州の6つの郡内の11地区において240路線のペースバスを運行している。2009年現在1.75ドルの均一料金、11回回数券や各種パスも用意されている。シーティメトラの駅と連絡していることが多い。シーティの トランジットカード及びシカゴカードはペースバスでも使用可能。ただしペースのペースカードは CT では使用できない。また CAT の乗り放題パスのうち7日 CT、ペース乗車券及び30日乗車券はペースバスでも使用可能。CT バスほどは頻繁に運行しておらず一日に数本から十数本20分から1時間に一本程度の運行の 路線が種である。上記の CT、メトラ及びペースバスは、イリノイ州の特定目的公団である、シカゴ地域交通局により財務管理及び運営監視されている。ルタのウェブサイトでは、これらの交通機関の乗り換え検索情報、トリッププランナーを提供している。出発地、目的地のほかオプションで、発着日時等の検索条件を入力すると、乗り換え路線、 発着時刻、運賃が表示される。アムトラック全米をネットワークする、鉄道旅客輸送。中西部に位置するシカゴは、米国の鉄道号の中心として今も重要な位置を占めている。シカゴ発着路線は、以下の通りであり、すべてダウンタウンのユニオン駅から発着する。他州への都市間バスが、シカゴダウンタウンから発着している。イエローキャブタクシー初乗り料金2.25ドル。 1,9マイルまで。その後1,9マイルごとに20セント加算。また、36秒の経過時間ごとに20セント加算。他に、以下の追加チャージが課される。料金の目安として、ダウンタウン中心のステートストリートとマディソンストリートの交差点からタクシーを使用した場合の通常的なメーター料金を掲げる。個人タクシーを除いて、 クレジットカードの受け入れが義務付けられているが、実際には、クレジットカード使用は断られることが多い。なお、会社系のタクシーか個人タクシーかの見分け方は、タクシーのロゴのほか、車内の前後に透明な仕切り板があるかどうかで判別できる。ダウンタウンでは、流しのタクシーも多く、比較的拾いやすい。主要なタクシー会社は、イエローキャブ、フラッシュキャブなど、 2008年末まで、シカゴ市による無料トロリーがダウンタウンを中心に5路線運行されていたが、2009年以降は中止されている。現在は、そのうちの1路線だったネイビーピアラインが、ネイビーピアにより、毎日無料運行されている。この路線は、シカゴエル・レッドラインのグランド駅とネイビーピアとの間を、東西に循環している。なお、無料トロリーに使用されていた車両は、 現在は、ザ・シカゴトロリーダブルデッカー CO 社による有料ホップオンホップオフバスツアーに使用されている。シカゴウォータータクシーダウンタウンループの北部、西部を囲うようにして流れるシカゴ川を利用した船による水上輸送も主に観光目的で行われている。また通勤用サービスの提供もある。ありがとうございます。